して、はい、完璧に答えるぐらいのこと言ってなかったっけ、説明するぐらいのこと先週。そう思ったんだよ。だけどそれができないんだできないんだ。もうね、うん、どっから説明しようかなって感じなんだよね。本当にこれが一番まず最初の感想ね。これを人に説明しなきゃいけない場合はどっから説明したらいいかなとか、あとこれ説明しちゃうと見てない人がこれを言われちゃうとまああんま楽しめないかなとかなるんだよね、うんうん、そういうの俺の気持ちわかる？わかるわかる、うん、でも見てだってもう結構前のアニメだから、うんうん、言っちゃってんじゃないの、バンと。もういやこれはダメ、俺は絶対痛くない。だって俺は絶対見ないよ絶対見ないから俺は大丈夫よ。いやいや、おぎは見ないかもしんないまあただ、うん、おぎは好きだね。ああそう、きっと。本当？いや見ないと思うよ、うん、こりゃ見ないよ。俺だって見ないよ、普通は、ね、普通は普通は見ないけど、人に言われないと見ないもんね。ただねもうすごいんだよな。へえ。俺前魔法少女に なってないみたいな話したじゃん。なってない話してたね、うん、なんその窓から、はい、ね、うん、っていう話すらもうちゃんちゃらおかしいんだ。それもうまだ4話なのにまだ魔法少女になってないんだよなんて話したじゃん、まあ、俺言ってたね。もうあれでしょ、なってたんでしょ。ね、なってたんだろ。やおい、なってたんだろ。いやいやもう言っちゃえよな。それ以上言わないで。言っちゃえよ。なってたんだろよ。TBS ラジオジャンク、この番組はビッグコミックスピリッツの提供でお送りします。うん、よもどマンガか。はい。最近のヤングは何読んでるんだ？先生何言ってるんですか？今時ヤングなんて。ちょっと古かったか。今の若いやつはヤングじゃなくてスピリッツですよ。ドラマもスポーツもコメディもヤングにはないスピリッツがある。週刊ビッグコミックスピリッツ、小学館から毎週月曜日発売。ここで TBS ラジオからお知らせです。TBS ラジオのプロ野球中継エキサイトベースボールでは現在野球が大好きな大学生を中心にスコアラーのアルバイトを募集しています。ご希望の方は履歴書に必要事項をご記入の上、郵便番号 107-8001 TBS ラジオエキサイトベースボールアルバイト募集係まで郵送してください。2月20日月曜日必着です。仕事内容や応募方法など詳しいことは TBS ラジオのホームページ内採用情報をご覧ください。野球が大好きなあなたからのエントリーお待ちしています。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。ラジオネームミミズグチュグチュ。やはぎ、うん、早く言えよ。寿司屋のキューベはどうなったんだよ。寿司屋のキューベじゃねえんだってそういうもん茶化さないでくれよキューベってあれだよ ねうさぎのやつだよね。うさぎっぽい、まあ、犬のような犬うさぎみたいなやつだよあの魔法使いを探してでしたっけ。そう、犬うさぎみたいなやつだよな、うん、だから寿司屋のキューベ出てこないって前話したでしょ、うん、でもキューベってのがそういうじゃあ見てないとこうやってバカにするよ俺を、うん、ね、結局だって俺だって、はい、進めたかないよね。うん。万が一これをすごい進めて、なんかやっぱ恥ずかしい。俺、進めるのは。なんで？だってもうこれ俺が進めてるって恥ずかしいじゃん。だってでも内容がすごいんだったら、うん。かっこいいじゃん。いや、だってさ。それを、すごいなってなるよ。これ進めて面白かったら。いやー、恥ずかしい。なん、恥ずかしい。これを俺は進めるのは恥ずかしい。俺はね、大の大人がこれを進めるのは恥ずかしい。ハマってんじゃん、実際。ただやっぱすげえ面白いにしちゃって、面白いか面白くないかと言ったらすげえ面白いよ。ほら結果ね。結果でしょ。うん。ただこれは俺はもうほら見てない人だからね、いろいろなものを。あ、いろんなアニメを。そう、うん、なんかさ、何でもそうだけど詳しい人が褒めるものって重みがあるじゃん。で俺はこんも何も見てないからこういうやつね、俺がお前何も知らねえからこんなよくあるよとか、もしかしたらね、例えば、はい、こういう話って結構あんだよとか、うん、言われちゃうかもしれないし。
でもほら、実際はそういうのがないから、ここまで、売れたっていうか、やっぱ、すごいなってるでしょ、うん、だから言っていいと思うんだよ。何せスケールがでかいよ。でかいの？一個言うの、俺たちがこうやって、ま、幸せに、うん、その平和に暮らしられるのは、うん、やっぱ全部マドカのおかげなんだよ。一つだけ言えることは。マドカってそんなすげえんだ。そう。俺たちがこうやって平平凡々と生活できてるのはやっぱマドカなんだよね。もともとマドカが、すげえんだ。とにかく、もともとの魔法使いなんだね。いや、だからそういうことを聞いてほしくないんだよ。なんか変なさ、その内容をさ、予想して、俺にぶつけてきてほしくないの、うん。だって予想したいよ。そんなすごいやつなんだから。もう、全然違うよ。もうレベルが、マドカは。レベル？うん。だよ。ラジオネーム、自称課長。うん、おい、矢作、うん、俺は結末知らないけど、結局、うん、夢でしたパターンだろ。何した？夢でした。さあ、もう夢落ちでしょ？夢落ち。ねえ。うん、芸人1年目が、のやつが書くコントだろ？書くコントだよ、そうよ。夢落ちなんて、もうそんなんで俺が夢落ちを大絶賛すると思う？まあ確かに、矢作夢落ち大っ嫌いだもんね。夢落ちしてる芸人のことすんげえ下に見せたもんね。なんだあいつよとか言ってたもんね。うん、もう違うの。もうね。はい、なんだろうな。もうだから、元々がもうマドカが作った世界なんじゃないの？ん？マドカが作った世界なんじゃない？もうこの世界が。元々は。はぁ。え、なに？え？え、そうなの？いや、ちょっと違うな。で、マドカはなんかの理由があって。マドカが作った記憶がない世界って言われると、否定もできないなぁ。否定はできない。この世の中もう。そんなすごいの、窓か。もう、普通の女の子なんだけどね。見た目はね。うん。何の才能もないさ。はい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 、はい。特徴もない。ないでしょ。なんでこの子が主役なのなんつって。はいはいはい。うん。だからもともとすごい人で、そこなんかの理由があって、うん、ね、魔女かなんかに。うん。多分、封じ込められたのか。うん。で、一般の人になっちゃったみたいな。魔女に？魔女になんかこう、うん、まあ、以前にね、うん、その、封じ込められて。うん、で、うん、この、うん、この、現世界にさ、うん、こう、うん、なんか、うん、普通の人として、うん、閉じ込められちゃったわけです。浅い！浅い！浅いねー分析が浅いね。おぎやはぎのメガネビーキ。TBS ラジオ主催ザ平成時代劇清水の次郎長。3月16日から25日まで銀座博品館劇場で上演。出演は崎本博美、中原優也、渡辺正幸、山口佳林ほか。チケットは各プレイガイドで好評発売中。渡辺正幸です。清水の次郎長、私大政役をやるわけでございますが、この清水の次郎長は歌あり踊りありと楽しい舞台になります。どうぞご期待ください。詳しくはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337 まで。ジャンクリスナーの皆さん、こんばんは。宮川雅です。今週土曜日午後3時からのパカパカ更新曲は、先輩後輩相手に失敗したドジ話を募集中。面白かったら3,000円、超面白かったら3万円、結構採用されますよ。パカパカ更新曲は土曜日午後3時から生放送です。 TBS ラジオ。ラジオネームペコペコちゃん、うん、小木崎さん、一流作家さん、こんばんは。こんばんは。前回のポッドキャストで、うん、矢作はマドカマギカの説明を指した、うん、説明を指したら、説明をさせたら、したら、うん、日本一だって言わせる、うん、とほざいてたのに、うん、逃げるのかと。まあね、来てますよ。だからまあ、そんな深いものなの？お前逃げんのかって言われても構わないよ。なんだよ、なんなのよ、それ。そんな。え？まあだからさ、なんだろう。1話から4話までの時にさ、はい、
まあ、話したのはさ、うん、魔法少女がさ、魔女を倒すみたいな話でしたよね。はいはい、うん、魔法少女ってのは魔女を倒す。そう、普通。もうすごい単純な感じでしたよ。で、言ったよね、うん。で、この世の中に、こう、悪いことがあるのは、全部魔女の仕業、うん。だって話だね。はいはいはい、だから、まあ、要は魔法少女が魔女をやっつけるから、うん、大まかに言うとだよ、うん。魔法少女が魔女をちゃんとやっつけて、まあ、治安を守ってる。平和、はい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 、世の中の平和にさせるっていうことだよね。うん、そうだよ。ね、うん、がゴールですよ。なんだけど、うん、そこにある過程が凄すぎるってことなんだよ。過程、そこまでの、うん、やっつけるまでの過程。その過程はなんでそれ言えないの？その凄すぎるだけで。しか言えないの？なんで？もうね。本当は説明できないんじゃないの？それ。知らないんでしょ？うまくその、難しすぎて。いや。俺よく難しいのもあるじゃん、なんか。ちょっとやっぱ難しいよ。エヴァンゲリオンとかも多分あれ説明できないんでしょ？多分俺見てないからわかんないけど、あれも。難しいっていうね。ね、なんか。まず、人の説明をしろって言われても難しいとかってよく。そうでしょ？そう。言うよね。うん。なんて言ったらいいんだろうな、みたいな感じじゃん。はいはいはい。そういうことだ。いや、簡単ではないよ。簡単ではないんだけど、うん、いや、できないことはない。ただ、これをしちゃうと、うん、もしね、俺が説明をするとなると、うん、全部、うん、1話から12話までのセリフを全部言うことになる、俺が。そんなに一つ一つのセリフが、セリフがかっこいい。重要なんだ。もうね、セリフがね、すごいよね。はぁ、あ、ーって思ったよね、俺はね。俺は思った。はぁセリフ？その窓かの？もうね、ちょっと考えさせられちゃうよね。ほう。なんか、そのセリフを教えてよ、じゃあ、例えば。それは、ちょっと言えない。一個で言ってよ、じゃあ。なんか。え？なんかの時にこう言ったセリフつって一個教えてよ。それ？うん。なんかもうね、哲学的なこと言うよ、本当に。あー。なんならほら、小木のコーナーあるんじゃない？名言。名言。なんだっけ？はいはい、なんか名言を言う。あなんかね、はい、言わせねえよのコーナー。言わせねえよ。言わせねえよの。言わせねえよのコーナー。ね。努力は必ず報われるコーナー。言わせねえよ。下ネタになっちゃう。努力は必ず報われるでいろいろ名言があるでしょ。うん。もうだから本当にその名言。名言集だ。名言集だね。アニメ、そのアニメが。うん。じゃあなんで4話まで全然名言が出てこなかったの？いや、ちょいちょい出てきてるよ。全然気づいてなかったじゃん。いや、出てきてんだけど、うん、まあまあ、それはちょっと、名言、この名言に俺は感動したって、やっぱりその時は言ってないけどね。言ってないけど出てきてるから。なるほど、じゃあ、俺があの時、前見た風の谷のナウシカ的な感じだな、ちょっとこう、うん、いいセリフ、名言的な、哲学的な、ことをちょっとこう言っていくんだ。詩的な感じの、まあ、もう哲学だね。うん。もうなんならもう、人とはっていうことだよね。人とはぐらいの話がどんどん出てきて、もうだからもうその辺がもうどん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 なって。全然、先週より全然ダメだったぞ。どん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 ってなんだよ。もうだから、究極なんだよ、考え方が。もうだから、もう悟りの境地だよね。悟り？もう悟りの境地って言っちゃっていいかな。すごいなぁ。お前、だいぶ。構わないよ。そういうことじゃなくてさ。なんならもう、11話、12話なんか泣いたっていいんじゃないかな。そういうことを聞いたんじゃないんだ、こっちは。泣いたっていいよ。説明をさ、うん、ちゃんとするって言ったんだもん、先週。うん、ね、うん、その説明は全然なってないの、今。全然できてないよ。だってこれ。泣いたっていいとかじゃないもん、だって。最後のね、ほら、今、家庭が楽しいって言ったでしょ？家庭がすごいんですよ。魔法少女が、魔女を倒す、うん、この過程が楽しいわけ。じゃあどうして魔女っていうのが存在するのかっていうこととか。それは人が作った悪だからでしょ、それは。浅い浅い人の中にこう、内に秘めたものが。は内に秘めたものがこう、こう外に出るんでしょ深いそれが深いのかよこんなん木曜ジャンクおぎやはぎのメガネリーキー。ここでサリュのライトハウスをお聞きください。